皆さんこんばんは。海外メーカーとの交渉スペシャリスト、林和元と申します。本日はですね、今アメリカでですね、だんだんと家が高くなってきてまして、ミドルクラスの人たちっていうのはね、なかなかこう家を購入することが難しくなってきておりまして、今日はですね、ある IT で働いている人がですね、RV ですね、要はキャンピングカーを借りて生活をしているノマドライフをしている人がですね、その心境とか状況というのですね、話しているそういった面白い記事がありましたので、こちらの方をですね、ご紹介してみたいと思います。もし本日の内容にご興味がある方は最後までご視聴ください。それでは早速始めていきましょう。 Let's get started。はい、そうですね、早速、本日のコンテンツを始めてやります。Meet a 39-year-old creep guy who lived in the RV for the past 10 months instead of buying a house and who said it's one of the only way to middle class in America.、ね、まあ、この39歳の、ね、男性の方がですね、まあ、自称クリプトガイですね、仮想通貨の男というふうに言っているんですけども、まあ、この人がですね、10ヶ月ぐらいですね、写真に出ているこの RV ですね、キャンピングカーに乗ってですね、生活をしているんですけども、今、アメリカでは中間層の方々がもし家を買おうと思えばですね、もうこれしか方法がないというふうに、ね、言っているんですね。Nick Vivian, 39, bought an RV in February when he couldn't afford an overpriced house, he said.He said that becoming nomad living in RV is about the only way to be the middle class in the US. While it's more affordable, there are trade-offs like unexpected expenses and loneliness, he says. ね、まあ、ニック・ビビオンさん、39歳なんですけども、今価格がね、非常に上がりすぎている、高騰しているこのアメリカにおいて家を買うことができずに、結果として2月にキャンピングカーを購入したと言ってますね。今ミドルクラスの人たち、アメリカでは皆さんね、もう家を買いたくてもどんどん高騰していて買えないため、こういった家を本当に何かこう自分で所有したければ、こういう RV になってしまうというふうに言っているわけですね。で、まあ、RV というのはですね、より、まあ、求めやすい金額である一方で、あまり良くない面もある。それはね、予期せぬ出費があったりとか、もしくはね、ロンリーです、寂しさ、ね、そういったことがあるということを言っているんですね。はい、こんな感じですね。 That's what Nick Vivian 39 did in February. The crypto blockchain PR director hoped to buy the 350,000 house in Palm Springs, California that he has been renting for the past 3 years. But the landlord wanted $100,000 more for it than he had a year ago.Eventually listing for $600,000. ニック・ビビアンさんってですね、もともとこのカリフォルニアのパルムスプリングというところでですね、クリプトカレンシーの、まあ、PR ディレクターとして、まあ、本業で働いてたと思うんですけども、この方がですね、もともと3年間賃貸としてですね、借りていた家をね、オーナーさんに売ってくれたと。で、1年前の話ではね、約、まあ、日本でいう約3800万とか4000万ぐらいで OK だよって言ってたところ、今年になってからね、相場が上がったため、ランドロー、家主はですね、1000万円ぐらい。もっと多く払ってくれというふうに言われて、結局は4500万円ぐらいなら売ってやるという形で来たらしいんですね。で、結局それを購入できずに彼は諦めたんですけども、結局彼がこのオーナーさんが市場に出したのはね、約6000万以上の金額で売りに出されているという状況で、今かなりですね、売って市場になっちゃっているというところで、ミドルクラスの彼としては、そんなの購入できないということが今言っているわけですね。うん、まあ、そういったとこから、まあ、RV ですね、リモートビエークルの方を購入して今暮らしているということですね。A lifestyle of trade-offs. In the past 10 months, Vivian has made his way through Southern California, Texas, Chicago, and upstate New York. He's now in Miami. この生活を手に入れてからですね、彼はノマドライフを楽しんでいるようで、もともとサウザンカリフォルニアから始まって、テキサス、シカゴ、それから今ニューヨークの方まで行って、現在では今マイアミにいるということで、本当に場所が問わないビジネスとして、どこでも住めるというのが、ね、一ついいところなんですね。そして、He said that the best part of the mobile lifestyle is the ability to be a nature and freedom it affords. I like the fact that you can just bring all your life with you, he said ですね。この生活のいいところっていうのはですね、モバイルなので一つの場所に固定されないから、大自然の中で暮らしたりとか、街に行ったりとか、いろんなところで暮らせるっていうのがね、一ついいところに言っていますし、自分の全てのものを移動させることができるっていうのがね、一ついいところなんですけども、まあ、ただ、Vivian has faced unexpected expense like paying the $7,000 to repair an engine issue,
plus additional cost for the hotel while his engine was being fixed ですね。ただ一方で問題もありまして、やっぱり車なんでね、故障をしやすいということがありまして、彼の場合エンジンが壊れてしまって、それを直すのに7000ドルかかってしまった。これ予期せぬ出費ですよね。それからその、直している間車が使えない、ガレージに行くわけですから、その間ホテルに泊まなきゃいけないということで、そのホテルの日数コストがかかったりとか、そういうね予期せぬコストもあったりするっていうのはね問題だと言ってますね。あとはまあね、一人での生活なんでロンリーということをね言ってました。まあ、そういった感じでですね、今、日本ではあまりないんですけど、アメリカっていうのはですね、普通不動産が上がっていくっていうのがありますから、そのどん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 上がっていくとですね、基本的には買えなくなってくるというところが起きてしまう。日本ではね、基本的にもう新築の家とかの価格って上がりもしないし下がる一方ですけども、アメリカだと上がっていくと、中古でもどんどん上がっていくというねのが起きておりますので、まあそういった感じでアメリカではもうね、ミドルクラスの人は家を買えない状況になっていると、そういうところになっているってことをね一つ覚えておいてください。はい、それですね、まあ、こういった感じで今、まあ、アメリカではですね、アメリカなりのいろんな社会問題っていうのが、ね、起きているんですね。それをね、本日ご紹介していただきました。本日の内容が良かったと思っていけば、ぜひいいねをお願いします。またチャンネル登録の方もぜひこちらの方からよろしくお願いします。またツイッターの方もぜひこちらの方からフォローしていただければいいです。また、日々稼ぐノウハウについてメルマガの方も配信してますので、ぜひこちらの方もご登録ください。それでは本日のコンテンツは以上となります。Thank you guys for watching and I see you guys tomorrow. Bye.